私としては何としても可能な限り開催をしたい、予定通り開催をしたいという思いでいると。8回目となった今年の高知龍馬マラソンは、県内で新型コロナウイルスの影響が出始める直前に開催されました。県外や国外ランナーも多く、参加者数が1万人を超えるこの大会。今年の経済波及効果は、参加者の宿泊費や交通費、飲食費などを含め、およそ4億8000万円でした。今日は来年の開催要項などを話し合う実行委員会の第1回総会が開かれました。会では高知龍馬マラソン2021の開催日を来年2月21日とすることを満場一致で可決しました。ただ開催の可否は新型コロナウイルスへの感染リスク対策や人員の確保、同じ時期に他県で同規模のマラソン大会が開催できるかなどを基準に、会長である浜田知事が判断します。浜田知事は、すべてのランナーに安心で安全な大会にしたいと話しています。